こんにちは。声裏返っちゃった。こんにちは。最近右目腫れてますかっていうコメントがあるんですけど、そうやってね、人のコンプレックスにつけ込むのって僕良くないと思う。っていうのはまあ冗談として、まあ冗談じゃないんですけど、僕あの右目がね、まあ、腫れてるっていうかちっちゃいんですよ。で、これなんでかっていうと、右目が一重で、まあ、全然誰も興味ないと思うんですけど、今日なんですけれども、ちょっとネタが短くてですね、だからこうやっていっぱい喋ってるんですけれども、時間を稼ごうじゃないかと。時間を稼いだところで10分以内に収まるから、お前広告の数一緒だよって、そんなことはいいんですよ。ラリー・ウィールズ、アーノルドクラシック2020にラリー・ウィールズパワーモンスターも出てきます。まあ、最近ボディービルダーの話ばっかりしてたから、たまにはラリーにも触れとこうかなっていうことで、おそらく今回パワーリフティングの方に出るんじゃないかなと思ってます。まあ、最近のインスタグラム見ましたか？299キロのベンチ上げたりとか、410キロのデッドリフトを上げたりとか、425キロのスクワットを上げたりしてるんですよ。こちらです。で、これなんか最近バンド流行ってるんですかね、あのトレーニング。僕前なんか聞いたと思うんですけど、バンドをマシンに取り付けてトレーニングするみたいな、そっちの方が強度が増すんでしたっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、それをしながらのこの重さで、デッドリフトとかに関してはもうベルトも巻いてないし、手に何もつけてない、まあ、粉はつけてるけどさ、すごい、本当にすごいですよね。だってまだ僕より若い、多分20半ばぐらいですよ。ラリー・ウィールズなんてもう才能の塊なんですけど、そんなラリー・ウィールズってアナボリックステロイドの、まあ、使用を公言している選手の一人なんですよね。結構そのパワーリフティングとかボディービルの使ってるっていうのが、まあ、周知の事実っていうか、使ってるのか使ってないのかっていうのがポイントではなくて、その中でさらにでかい人、さらに才能溢れてるのはドイツだみたいなのをみんなこう見るのが、まあ、好きみたいな感じらしいんですけど、まあ、やってる側はなかなか言えないと、まあ、そういう風にいろいろしがらみがありますから言えないという中で、ラリー・ウィルズは今回アーノルドクラシック2020に向けてのいわゆるサイクル言っていたみたいで、まあ、これは彼が自分の動画なのかインタビューなのか分かりませんが、実際に発言していて、それをいろんなフィットネスのメディアだったりが取り上げてるんですけれども、何を言っていたかっていうと、基本的にラリー・ウィールズはアーノルドクラシック、まあ、大会が始まる10週間前くらいから基本的にはそういったものをやり始めるみたい、まあ、準備をスタートするみたいです。ただ今回アーノルドクラシックに向けてちょっと準備がね早すぎたみたいで、結構前から準備をしちゃったと。で、まあ、このままずっと大会までやり続けると、まあ、なんか疲れちゃうっていうか燃え尽きちゃうみたいなんですよ。だからちゃんと決まったところからスタートしていかないと、まあ、どっかでガソリンが切れちゃうでダメになっちゃうということで、今なんかその量を6つに減らしてるみたいです。もともといくつ何をやっていたのか全然書いてなくてわからないんですけど、徐々に徐々にそういうのを減らしていって、ただそのまあ大会に向けてまあピークになってくるから、まあ、減らして準備に専念するということを言っていました。さすがに多分何をどれぐらいみたいな、そのめっちゃ細かい内容は言えないんでしょうね。なんか助長するみたいになっちゃうから、まあ何をどれぐらいどれぐらい前からっていうわけじゃないですけど、まあ10週間前から基本的にはやり始めますと。ただ今回早すぎたんで減らしてますと。で、6つなんかやってますということを言っていました。で、まあアーノルドクラシックで言うと、アーノルド・シュワルツェネガーが結構そういうステロイドとかの取り締まりっていうか、もっと厳しく検査していこうぜみたいなことを言っていたんで、そんな中でこういうこと言うのがどう反映するのか、まあ何も関係ないのか分かりませんけれども、まあ結構勇気あるっていうか、また大胆なことをこのタイミングで言うなとはちょっと思ったんですが、ということで今日はまあ久々にね、ボディービルダーじゃない人の話をさせていただきました。ということで今日はこの辺で終わりたいというふうに思います。もし少しでもこの動画いいと、もっといろんな情報を知りたいと思っていただけたら、高評価ボタンとチャンネル登録ボタンぜひ押してください。ということでまた明日の動画でお会いいたしましょう。ではまいりましょう。